カレンダーだったり福袋だったりアンダーライブ2020グッズだったりとか4期生ライブの2020のグッズだったりとか、あと他の生写真とかもあったりとか、今回紹介するのあっても必要なお金5兆ってことで、今回もグッズが販売されてるんで紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目が乃木坂46メンバープロデュースグッズ第8弾山崎怜奈プロデュースエコバッグ来ました。いつぶりだメンバープロデュースグッズって。第7回ってさ、誰だったっけ、2ヶ月とかかな、3ヶ月とかそれぶりぐらいのプロデュースグッズ。予約販売期間は12月3日21時から12月25日23時までってことで、ほぼ12月中だったら買えます。ただ12月まだいいかなと思ってて、12月25日過ぎちゃうことはもしかしたらあるかもしれないんで、買いたい人は忘れないうちに買っといた方がいいかもしれないです。お届け目安は2月上旬より配送となっております。そしてまあ最初にも言ったんですけど、今回のれなっちさんのプロデュースグッズはエコバッグということで、これはもう最高よ。今もうね、レジ袋が有料になってきてね、僕も買い物行くとき常にやっぱりエコバッグ持って行ってるんですけど、それこそ写真集ね、買うに行くときとかエコバッグ持って行って、エコバッグに入れるようになったからね、写真集。そういう世の中になってきてるんで、もうめちゃくちゃ使えるもの欲しかったっていう、ありがとうっていうね、れなっちさんらしいグッズ。でまあそのれなっちさんのコメントなんですけど、日常で使える折りたたみエコバッグをプロデュースさせていただきましたと。シーンに合わせて2サイズ、2サイズ展開になっています。コンビニ袋ぐらいの小さいサイズは私の手の写真を使用しました。持ち手の装飾テープも文字同様くすんだパープルに、 A4 サイズもすっぽり入る大きいサイズはとにかく使いやすさ重視でデザインしました。キューバの風景写真は私のお気に入りの中から選んだものです。内ポケットでコンパクトに収納できるので、バッグに1つ入れておくと便利かもしれません。黒字なのでちょっとした汚れも目立ちにくく、男女ともに使いやすいかと思います。ビニール袋が有料化した今だからこそたくさん使ってもらえますように。いやもうその通りでございますし、もうめちゃくちゃこだわってね作ってるっていうのがこの文からも伝わってきます。エコバッグ台の方見ていきましょう。写真集買うときはこれぐらいのサイズがいいね。黒でね、キューバだったっけ、この写真がすごいおしゃれなエコバッグやん。このエコバッグ台の方の値段が2500円と、税込み2500円となっております。次エコバッグショーなんですけど、こちらもまたね最高ですね。近くのコンビニとかどっか行くときにちょっと持ってってピッて買ってピッて入れてっていう感じで、こちらも使い勝手いいんじゃないかなと思います。こっちの写真はさっきのコメントでまたようにれなっちさんの手を写してあるってことで、これもいい、めちゃくちゃなんかれなっちさんの手の袋もらえるんすか、買えるんすかっていう感じで、普通にめちゃくちゃおしゃれだし、いやれなっちさんのプロデュースグッズもいいね、めちゃくちゃ使えるやつだもん。はい、そして次2つ目のグッズは2021年1月の生誕記念グッズ。いやもう2021年になっちゃった、生誕グッズが。この前まで2020年だったのに、当たり前だけど。予約販売期間は2020年12月5日10時から12月8日23時までってことで、結構ね、いつもそうなんですけど、生誕記念グッズの方は期間が短くなってますので、皆さんお気をつけください。お届け目安は1月中旬より配送ってことで、1月中には届くっていう感じですね。で、この1月のメンバー結構多い。いくちゃん、梅ちゃん、くろみちゃん、まいちゅん、まゆちゃん、ひなちま、みゆちゃんという感じで、この7人となっています。それぞれ生誕記念 T シャツ、生誕記念フェイスタオル&缶バッジセット、生誕記念トートバッグがあるので、今回の7人の中に推しがいる人は、その推しのね、メンバーの方買ってもらったらいいし、今回のこのメンバーの全員めちゃくちゃ好きだなと思って、それで買ってもいいしっていう感じでやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕は今回のいくちゃんのやつめちゃくちゃ好きです。はい、ということで今回紹介したれなっちさんのメンバープロデュースグッズのエコバッグ、それから2021年1月の生誕記念グッズ、それで欲しい人は買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回はこれで終わりたいと思います。いいチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。